はい、億万長者合宿速稼塾の久保でございます。今回ね、結構ね、面白い話、例え話でさせてもらいます。私的にはすごく面白いんですけどね。で、私や吉谷さんがやっている手法ってのは、例えて言えばね、昭和のなんかこう小店なんですよね。なんか裏通りに行ったらね、もう探さないと いけないような、広告なんて絶対出ないような、それこそ知る人ぞ知るみたいな小店なんですよ。汚い中華料理屋とかね、昔から親子孫みたいな感じでね、もう50年ぐらい前からやってんじゃないかなみたいな、そんな飲食店だったり大衆食堂だったりね、山陽食堂みたいなね、そんな名前がついてそうですけどね、そんな感じです。ですから同じ人ばっかり来るんですよ。で、新規は基本的に来ないんですよ。でも同じ人とそういうつながり続ける、コネクトし続ける、コネクト優先型の店舗、ネットビジネス配信だと思うんですよね。どうですかね、そう思いませんか。で、それに対してアクセス優先の店舗ってのは多分ね、一流店とか大手なんですよね、ヒカキン店舗とか、はじめ社長店舗とか、寿司ラーメン陸店舗とかね、そんな感じじゃないですかね。カズチャンネルなんとかがね、ジェット大好きなんとかね、大手なんですよ、こういうのは。すごくね、チャンネルにもこだわったりとか、編集してみたりとか、ブランディングしたりね、それで、なんですかね、まあ、いろいろとタグを埋め込んだりとかね、 SEO 対策したりとか、やっぱり学習の上に学習を積み重ねて、質の高いチャンネルとか質の高い動画を作ってくれてると思うんですよ。でね、まあ、この大手の真似をして大手に食い込もうと思えば、やっぱりね、それなりの力量と力と時間とコストをかけないといけないんで、多分ね、何もない人がスタートしてそこにたどり着くのは難しいんじゃないかなとか思いますよね、私はね。で、一応そっちの方も試してみました。ということで、私はね、動画で言えば、 YouTube の動画で言えば10万単位のアクセスを取るような動画ってのは何本か狙ってみてやってみました。でも1000万ぐらいかかりましたね。具体的に言うと、車を買って1000万近くの車を買って、それをドレスアップしてねで動画撮るんですよ。そしたら誰もそんな動画作れないからアクセス集まるじゃないですか、ナイトライダーってやつねで、まあね、そのナイトライダーファンからは一部反感もありましたよお前ネットビジネスで稼いだ金で、その試しみたいにね、車買ってんじゃねえと、俺たちの夢の車をみたいな、お前なんてファンじゃねえとかね言われたりもしましたけどもね、まあそれも込みで、批判も込みでやってみたらできたということです。まあここで言わせてもらいますけども、私はね、誰よりもきっとナイトライダー、ナイト2000が好きなんで、その目的を達成するために手段として金稼ぎっていうのをね、ネットビジネスっていうものを選んだところもありますんで、大好きだから手に入れたっていうところでは譲れないです。大好きでも手に入れられないっていう人をないがしろにするわけじゃないですよ。私は同じような熱い思いを持ったファンとしてね、できればそういう方にも私のナイト2000でよろしかったら触れていただきたいと思いまして、ね、先日もイベントに出てました。多くの方に触れていただいて、乗っていただいて、撮影していただきましたということをちょっと申し上げてね、一旦ここの話は話題、戻します。で、アクセス10万でしょ。で、メルマガに関しましては1年で2万リスト取りましたね。この2万リストっていうのはもう常にね、自分の言いたいことではなくて、多分これが受け取りたいだろうなっていう風な、世の中のムーブメントに合わせて合わせて合わせまくって1年間やると2万リストになったということですね、2万リストになるとはっきり言ってね、どんなセールスかけても300人ぐらいが常に買います。すごいでしょ。どんなセールスかけても300人が買いますからね。で、1年間ぐらいセールスかけ続けると反応悪くなります。離脱が増えますそういうダメージも知りました。ある時はね、4000人ぐらいが一気に辞めた時もありましたね、1週間ぐらいですごいでしょ。この桁はセールスばっかり送るんですよ、毎日。そうすると、もうある日はその100人辞めて、ある日は500人辞めてみたいなのが起きましたからね面白いね。そういうのを見れたのも、アクセスを取るってところにフォーカスしたら、こういうダメージがあるんだなと思いましたね。まあ、例えばアクセスを取ることを主導にしたら、例えばね、誰かを徹底的に叩くみたいなやつやるとアクセス取れるんですよ。でも自分のいい発信ができないんで困ったものになりますし、誰かに対してものすごく応援する、そういうふうなメッセージでアクセス取ると、その人以外を応援することが非常に難しくなったりするんですよ。ということなんで、アクセス主導っていうのはね、大手の戦略ですね、一流企業の。ですから、そこに食い込もうと思うと、一流企業と個人がバッティングすることになりますので、敗北する可能性高いんじゃないかなと私は今思ってますね。ちなみにツイッター、私ね、まあいくつか20ぐらいのツイッターアカウント作った時がありまして、全部で10万フォロワー取りました。で、放置していたら今ね、全部トータルでもう3万フォロワーいかなくなりましたね。
放置してたら、まあ、急激に減るということですね。で、いろいろと話しましたけども、もう一回言いますけども、あの通常の YouTuber さんっていうのは多分ね、大手の戦略で競争してるんですよ。それに比べて私と吉谷さんは積極的に裏路地に入って商売やってます。だから一旦ファンになっていただくと付き合い長いんですよ。動画毎日作ってるのに、あれも見てる、これも見てる、それも見てるってことになって、アクセス数が例えばね、私は吉谷さんってだいたい100前後なんですよ、いつも、ね、でも100前後っていうのは常連さん9割、新規さん1割ぐらいのバランスなんですよね。だから離脱率も低いと、同じ人ばっかり見てるんで、離脱率が低いんで安定したアクセスではあるんですよ。で、発信者としてもどんなものがね求められてるのかは分かるんですよ。同時に求められてるものと発信したいものが限りなくイコールに近いんで、だから安定した低アクセスをね維持してるんじゃないかと思います。ということでね、あの多分視聴者さんの立場になってみれば、自分のために配信してくれる、そういうふうなね少数意見を尊重してくれるような、まあ、そんなねあの発信がハマる人がいると思うんですよ。私は吉谷さんはそういうところですよね。いや、ここのね食堂じゃないとダメなんだよとかね、この飲食店が潰れたら本当に、ね、やっていけないんだよ、他にどんな店があるんだみたいなね。でもチェーン店は変わりがあるみたいなところなんですよね。いや本当にね、あの店、あの味、あの親父みたいな、そんなね、本当に昭和スタイルでやってるのが私たちではないかなと思います。だから競争相手が少ないんですよ。ただ大手が本気出したらもう丸々潰れますけどね。でも大手がね、私たちみたいな小物に本気で挑んでくることはないと思います。ですんで結構ね、台風の目というか無風地帯というかね、あの割と多くの方が気づかない、まあそういうふうなね、まあいい道を歩んでいるんではないかなと思いますよね。今回もね、ここからまたね、余談に次ぐ余談なんですけども、あの今回の感染症騒動でたくさんのね中堅どころの店が退場していったと思います。非常に苦しいと思います。大手は大手で苦しいんですけども、大手には独特の支援があったりとかして結構生き延びるんですよね。あと取引先をちょっとね懲らしめてみたりとかして、ね、苦しめてみたりとかね、で仕入れで儲けちゃうみたいなこともありますんで、でそんな時に私みたいな昭和店舗ね、吉谷さんみたいな昭和店舗ね、汚い中華料理屋さんとか大衆食堂みたいなのやってると、あの常連さんは来るんですよ、相変わらず、で売上がもともと、売上っていうかね、数字がもともと低いんでそんなに変化ないんですよ。でも中堅どころってこういう風に維持したのがドカーンと来るでしょ。で経費は波にかかるんで、こうマイナスになっちゃうんですよね。大手っていうのはいろんな形で経費を抑えさせたりとかね、公的支援があったりとかして生き延びる、トゥービッグトゥーフェールの戦略取れるんですよ。まあもちろん苦しいのは変わんないですよ。まあそんなところでね、この半年間9ヶ月ですか、感染症騒動ありましたけども、逆になんとかなってるのは弱小零細っていうジャンルになるのかな。要するに昭和店舗ですね。私もね、公の資産、海外に預けてる資産は結構ねしぼんじゃったりしましたけども、基本的に暮らし変わってないんですよ。で、謎なんですけど、速稼塾の売り上げは上がるんですよ。私セールスしないんですよ、速稼塾っていうのは。年に1回しかセールスしないんで、365日のうち364日は速稼塾ですよみたいなことやんないんですよ。でもやっぱりね、ずっと動画を見て気にしてくださった方が、今でも速稼塾入れますかっていうお問い合わせをたまにポツポツといただいてね、まあ、それによって新しいつながりができているかなと思います。はい、ではまとめなんですけども、単純です。大手の戦略を取ったら負けそうなんで、昭和の小店の戦略をね言ってるということですよね。常連さんオンリーでやっていけるような、そんなね、お客さんとの家族関係が持てるといいのかなと思いますけども、皆さんどうお考えでしょうか。いってらっしゃい。